髪の毛が多い方でもサクッとまとまるお団子アレンジになります。皆さんこんにちは、渡辺です。今回は髪の毛の量が多い方でもサクッとまとまるお団子アレンジのご紹介です。普段ね、YouTube 見ていただいている方、結構コメントいただくんですけど、まあ髪の毛も多くてこういったバンスクリップ止まらないだったりとか、他のアレンジできないっていう方ってね、結構ねコメントよくいただきます。今回のアレンジはもうそんな方でも絶対大丈夫なアレンジかなと思いますので、いつもねうまくまとまらないだったりとか、まあ、バンスクリップうまく止まらないっていう方、ぜひこの方法お試しになってみてください。それでは早速動画をどうぞ。では始めていきます。まず後ろで髪の毛をまとめて、耳よりも少し下あたりぐらいでゴムで結んでいきます。で次に毛先の部分をだいたい5センチぐらい余らした状態でまたゴムで結んでいきます。でこの時に結構しっかりめに結ぶのがポイントです。で次に真ん中でくるりんぱするのではなくて、少し右寄りに空洞を開けてくるりんぱをしていきます。こんな感じで、で根元に向かって時計回りに髪の毛を巻きつけてお団子状にしていきます。で次にバンスクリップでこの横の髪の毛とお団子を一緒に挟みます。グッと。で毛先の部分、最初のうちにワンカールだけ巻いておくと結構楽です。もし毛先の部分巻いてない方がいらっしゃったら、ストレートアイロンとかでちょっとワンカール入れてあげるとよりこなれ感が出ます。で全体的にバランスを整えたらこんな感じで完成です。はい、ということでこんな感じでご紹介させていただきました。もうポイントとしてはこの2個目にゴムを結んだ時に結構しっかりと結んで、真ん中で空洞を開けるのではなくてちょっと横で空洞を開けてくるリンパをしていく。まあ、そうすることによってね、まあ、髪の毛の量が多い方ってくるりんぱなかなかできないかなと思うんですけど、横にやることによって結構簡単にできたりとかして、でそれをまとめていって端っこの部分と髪の毛、ここのサイドの髪の毛をバンスクリップで挟む、たったそれだけです。で結構ガチッとこう、ね、揺らしてももう動かないぐらい止まってくれますので、ぜひね普段うまくいかない方、よかったらこの方法でやってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。